コールリミトを主催、えっ、ー、と代表ミトー・ルリです。コールリミトは2017年に。 えと活動を開始して、えー、とまだなので若いカンパニー体とにかく自分の体をどう扱うかみたいなことにすごい時間をかけてクリエーーションンすするカンパニーです、えー、とソロの活動とは、えー、と異なる部分としてカンパニーは、まあ、自分の体でないっていうこととダンサーたちの体だけど人数がやっぱ複数になれば、えー、と支えてもらったり。 それって体のこうなんだろうな重さとかを相手に与えるもらうなんかそういうことのほかにも心もやっぱ頼るとか人間関係みたいな構造が出来上がってくるっていうのは面白いなあと思います。マスミカという作品は2018年 初演をしてカンパニーの代表作になってきたなっていう実感が持てる作品で、えっと、ヨーロッパツアーとかも、えっと、去年決まっていてこのコロナ禍でやっぱりできなくなってずっとこう延期延期延期っていう状態が続いている作品でまあいつでもできる状態人が変わってもできるような作品で。 稽古は続けていていただこの中でやっぱり延期延期ってなったところで「あっすみか今やっときたい今やりたい」っていうところでタイミングが合うこの SICF の受賞者公演、うん、ぜひその「すみか」をやらせてもらいたいなっていうのがまずまあ希望というかもしかしたら上の人は「魂」とか「じゃあ心」とか、まあ、見る人 見てくれるお客さんかもしれないでそのいわゆるその下で運んでる人という言い方をしますけど運んでる人はでも体かもしれないその魂とかその人の。ということはやっぱり一緒のもの一つのものなんかそういう考え方が住処にはあって同じ時間の中で動いてるっていう作品です。ただやっぱり 一人一人の体が見えてきたいっていうのはその別のところであるのでその体の組み合わせとかはすごく考えるんですけどその人の特徴とかが見えてくるような作り方はしているんですけど。出出会会いいいがが増増ええたかなと思います、うん、そうだ出会いが増えて またそうそう、出会いが増えたからあの去年の「Where We Were Born」っていうカンパニーの,あのシアタートラムでやった作品の時もあの衣装に絵を描いてもらった絵をプリントして作るっていうところに行ったのでそうですねつながってます。うん